東京、東京、東京とは日本の関東平野中央部の東京湾に面する世界最大級のメトロポリスであり日本の事実上の首都である。もともとは江戸幕府の所在地であった江戸が慶応4年7月1868年9月に東京に名称変更されて始まった都市である。1869年3月28日に 日本の都が京都から東京に移された。その時以来、日本の事実上の首都の役割も担ってきた。高度経済成長期以降の東京は、メトロポリスや世界都市としての機能も果たしている。他の国の都市には見られないほど日安が良く、秒単位で運行が管理されほとんど遅延のない、鉄道インフラが巨大な網目状に整備され、それを用いて、 膨大な種類の施設に行くことが可能で、また様々な民間組織によってきめ細やかなサービスが提供されており、日本文化の発信地でもあるため、世界からの評価も非常に高い都市である。拡大を続けた東京は、ついには周辺の横浜市や埼玉市や千葉市などとの間の切れ目もほぼ消失し、周辺の都市と融合することで一種の巨大な都市圏を形成し、 世界一位の人口と GDP を要する世界最大のメガシティの中核的な部分ともなっている。1868年に江戸、江戸幕府の所在地から名称変更された。東京転倒を経て現在では事実上の首都機能を担っている都市である。場所は関東平野にあり東京湾に面している。東京という名称を用いる構想は 江戸時代後期の佐藤信弘の書にあり、大久保利道がその書の影響を受けつつ、東京都することを権限した。名称の由来。1868年、慶応4年に、不正を施行、東京府となった。1878年、明治11年に、伊豆諸島。1880年、明治13年に、小笠原諸島を編入。1889年、 明治22年5月1日には東京中国を東京府から分立して東京市とした。1893年、明治26年4月1日に東京府及び神奈川県教育変更に関する法律により、多摩地域は神奈川県から東京府へ編入されて、ほぼ現在の東京都の教育が確定した。東京市は年、 大正12年の関東大震災によって人口が増加した周辺の町村を1932年、昭和7年に合併し35区になった。地域は最終的には現在の東京都区部とほぼ同地域となった。1938年、昭和13年6月に内務省が東京都政安陽を発表し、1943年、 昭和18年1月に政府が東京都政案を帝国議会に提出し可決されたことを受け、同年7月1日に東京都政が施行され、東京府と東京市を廃止する形で東京都に統合された。35区は1947年昭和22年3月15日に東京22区に再編され、同年5月3日の地方自治法施行により、同法の定める。 特別区となった。同年8月1日、旧練馬町ほか4村の区域が、板橋区から分離して、練馬区となって、東京23区となり、現在に至っている。現在は、東京には、23特別区、26市、5町8村の基礎自治体がある。人口は、2010年時点で1316万人。現在、2010年代時点、 国際連合の統計によると、東京は世界最大の都市と評価されており、横浜、埼玉などと共に世界最大の人口を有する都市圏を形成している。都市単位の経済規模ではニューヨークをしのぎ世界最大である。日本の森ビル参加の民間研究所が2017年に発表した世界の都市総合力ランキングでは、ロンドンニューヨークに次ぐ、 世界3位と評価された。また、アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングでは、ロンドン、ニューヨーク、パリ、シンガポールに次世界5位と評価された。英国情報誌モノクルによる世界の住みやすい都市ランキングでは、2013年版では5位、2014年版では2位、2015年版では1位。を東京と解消する構想は、 江戸時代後期の形成家である佐藤信弘が文政六年1823年に表した近藤秘策にすでに現れていた。佐藤は日本が世界に躍り出るためにはそもそも日本の守りを強固にする必要があるので、そのためにはとは江戸に移し、江戸を東京と呼び、大阪を最強と呼び、東京、西京、京都の三景にする。 という構想を記したのである。大久保利道が佐藤の書に影響を受けて、江戸を東京と解消することを権限したという。1868年9月、慶応4年、明治元年7月に出された、江戸を、称して東京と、試すの章書において、江戸の町奉行支配地域を管轄する東京府が設置されると書かれたことにより、東京という名称がいられることになった。 こうして、東京と表記されることは決まったのだが、読み方については根拠となるような法令が出たわけでもなかった。当期用語音が世紀に使われたが、明治二十年代前半頃は、漢音読みの習慣も残っていたため、と、受け絵の読みも少なくなかった。日刊新聞の発達により人々が情報を共有する機会が広がり、第一期国定国語教科書で、東京のが,が、 東京と表記され、混在はなくなった。なお漢字については、昭和初期までは、東京という表記も混用されていた。この、今日という文字は、家の遺体字である。今日を使ったのは、中国の東京、ダンジング、ドンジンとの混同を防ぐためとも言われるが、後に同じ字となった。名称の上では江戸は、東京の、前史にあたりはするが、現在の東京の基本構造は、 江戸の基本構造がそのまま踏襲されているため、この記事でも概略を解説する。江戸は、大田道館築城の江戸城に、徳川家康が入り、家康による新たな構想に基づいて構築された都市である。豊臣秀吉に命令され小田原攻めに参加した、諸大名は、それまでの日本にほとんど例がなかった小田原城の壮大な総構え、従来のように、 戦乱時にしろと主君ばかりを守り、商家や民家は見捨ててしまうというやり方ではなく、商家や民家まで含めて、地域、経済全体を掘りや城壁で守る、仕組みや、海際の土地でも川から真水を引き入れ飲料水として、用いる、巧みな水技術、小田原早川浄水を目の当たりにした、目撃者の一人に、徳川家康もいた。総構いという発想や仕組みを目の当たりにした。 豊臣秀吉は、後に、大阪城を構築するときに、商家、民家も囲む、巨大外堀という形で取り入れた。徳川家康が築いた、江戸城の周りには、小田原城の総構や、大阪城の巨大な堀を参考にしつつ巨大な外堀、及び、内堀が、渦巻城、のの地上に作られており、南北、東西に水路が張り巡らされ、内海、 東京湾や利根川にまで通じる水路が整備され、水運によって各地から江戸への物資供給及び、江戸内の物流を支え、また重要な交通インフラであった。江戸は江戸湾に面していて、特に海寄りの場所では井戸を掘っても塩気のある水が出てしまう飲料水には適さなかった。これは、ちょうど小田原城やその城下町が海の近くにあり、井戸水が塩水になり、 飲料水として使えなかったのと同じであった。徳川家康は、江戸に小田原の早川浄水と同じように川から真水を引く、水道を作ることにし、工程砂糖、様々な条件を考慮し、玉川から水を引くことを命じ、多数の人々が参加した、壮絶な工事の末に、玉川浄水が引かれたのである。こうして骨格となるインフラは、 現在の東京まで基本的にはあまり変わらず継承されている。内堀は現在も皇居の周辺を取り囲み侵入者を防ぐ機能を果たしている。水路、運河は現在も多くが残っており、例えば、小名木川は隅田川と旧中川を東西に結ぶ大きな水路、運河であるが、昭和時代も重要な物流インフラであったのであり、現在でも運河沿いの工場に 様々な資源物資を運ぶのに使われているし、観光、遊覧船も行き来している。江戸城のお堀は1964年のオリンピックに、合わせて都心に高速道路を通そうとした時にも道を物理的に通すための貴重な空間として利用されたのであり、つまり時代を経て船が自動車に変わりましたが、都市の交通を支える役割を果たしたのである。また、玉川上水は今も 東京の水道局の現役の水道施設として活用されている。東京という都市が比較的うまく発展してきたのは、この都市を最初に構想した徳川家康の先見性、大胆な構想力と細やかな配慮によるところが大きい。また、江戸の各場所につけられた名称、例えば坂の名称、丘、山の名称、町の名前等々等々は、その多くが、 現在の東京に至るまで用いられ続けている。江戸時代に作られた、切り絵図、区割りした地図。市街図に書かれている地名、町名、横町名等の多くが、現在まで継承されている。1868年、慶応4年、明治元年から1943年まで。1868年に発せられた、江戸を、称して東京と、試すの証書により、 それまでの江戸府を解明する形で発足した。江戸を引き継いで発足したため、その範囲は、後の東京十国とほぼ同じ範囲に限られていたが、1878年に、静岡県から伊豆諸島を、1880年に、内務省から小笠原諸島を、1893年に、神奈川県から多摩地域を引き継ぎ、この多摩地域の引き継ぎによって、 現代の東京都とほぼ同じ範囲にまで拡大した。1889年、明治22年から1943年、昭和18年まで。1906年、明治39年に人口が初めて200万人を突破。関東大震災によって人口が増加した周辺の町村を1923年、大正12年に合併。旧道路法施高齢。 第八条の位置により、日本橋の中央に、東京市道路原表が置かれた。東京府は、他の府県と同様、1874年に導入した、大区小区制が定着せず、変わって1878年に成立した、軍区町村編成法によって、中心部に区を、それ以外の郊外には、町村を置いた。この時中心部に置かれたのが、東京十五区であり、 その範囲は、おおむね旧守引き内に相当していたが、一部の範囲には変更が加えられている。その後、1889年の市政特例施行により、東京府は東京十五区の区域をもって、東京市を成立させた。しかし、東京市は、東京府知事が東京市長を兼務し、独自の市役所も置かれず、他方で、 それまでの東京五国にはそれまでの区役所や区議会が存続するなど変則的な姿勢となっていた。他の一般市に比べて都市化が進んでいながら他の一般市に比べて権限が大幅に制限された。この姿勢特例は東京市、東京五国側、市民側からの評判も悪く、1898年には一般市政が東京市にも施行され独自の市役所や 独自の東京市長も誕生することとなった。その後、1923年の関東大震災などを減ると、東京市に隣接する東京下の町村への人口流出が加速した。1932年には、こうした隣接町村を合併し、いわゆる大東京市が成立、東京市には東京35区が置かれることとなった。また、年には、 木ヌ村、千歳村が世田谷区に編入され、これをもって東京市は現代の東京都区部とほぼ同じ範囲となった。現代では東京市は消滅しているが、東京市に一般市政が施行された10月1日が都民の日として記念日となっていたり、現在の東京都庁が東京市長のものを引き継いでいたりと、現在の東京都のアイデンティティのルーツとなっている。 東京市発足後、東京市を東京府と合併させる東京都政の構想は、たびたび政府や議会で論じられることはあったが、明治、大正期にあっては、具体的にその構想が進展することはなかった。しかし、昭和に入り、日中戦争、太平洋戦争が改戦するに至って、戦時統制の一環として、1943年、東京都政が内務省主導で施行された。 これにより、東京府と東京市は廃止され、代わって、旧東京府内、旧東京市内の区域をもって、東京都が設置された。旧東京市内にあった区は、東京都の直轄となり、他の市町村が行使できる権限、権能の一部は、東京市から、東京都に移管された。従って、東京都は、他の府県同様、広域行政機関でありつつも、 旧東京都政は戦後の地方自治法施行によって廃止されたが、旧東京市内の区は特別区、東京特部として定義され、引き続き他の市町村に比べ、行使できる権限が制限されることになった。よって東京都政は若干の変更を加えられつつも、広域自治体と、 基礎自治体の機能を一部合わせ持つという基本的な構造は変わっていない。東京都は東京市と東京府が合併して成立したことにより公的に旧東京市地域を管轄する地方自治体として位置づけられており、オリンピックの招致活動などでは東京都知事が東京の市長として割れる。これはロンドン、グレーターロンドンと似た構造となっている。 東京都は、府県政時代の東京府の性格も有している。従って、東京都は、日本の47都道府県の一つでもある。東京府の行政区域を受け継いだため、多摩地域や伊豆諸島、小笠原諸島までの広大海域、当初も含まれる。府県政から都政へ移行した1943年、昭和18年まで、東京府には、東京市、八王子市、 立川市の三市があったが、都政施行とともに、東京市が二十三区へ解体されたた、東京都下の市は、八王子市と立川市の二市に減った。その後、新憲法施行に伴い地方自治法が施行され、東京都三多摩地区には二市以外にも多くの市が誕生した。東京都区部は、東京都東半分を占める二十三区の特別区から構成される地域である。 旧東京市15区、麹町区、神楽区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛米区、小石川区、本郷区下谷区、浅草区、本所区,区、深川区の各区部は後に大東京35区に再編、拡大され、戦後東京22区を経て、現在の東京23区となった。統計などで、 東京特部を東京という一つの都市として扱う場合もあるが、1943年7月1日に東京市が廃止されて以降、東京特部を一体として管轄する地方自治体は存在しない区長がおり、区議会や区役所があるなど、個々の区が市と同等の扱いをされている。しかも政令指定都市ではなく、海外ランキングにおいても東京都として区別される。また、 東京都区部、総称、東京は、東京都の都庁所在地として認識される。都庁所在地は、すべての市町村を記載するという決まりがあるため、千代田区時代と同様に、東京の都庁所在地として、宿区と記載することができない。条例上の都庁の住居表示は、東京都新宿区西新宿2丁目となっている、東京都庁の位置を定める条例。東京県は、 東京特部を中心とすると試験である。法令上は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び、茨城県の都県域のうち、東京特部及びこれと、社会的経済的に一体である、多局分散型国土生息新法施行令、第六条で定める広域を言う。ここでは、様々な法令が引用されているため難解であるが、まとめると次の区域となる。 具体的には国土交通省が告示したものがわかりやすい。なお、国土交通省では首都圏整備法に基づき、毎年首都圏整備に関する年次報告を国会に提出しているが、そこでは東京圏を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県と定義している。東京圏の人口は3000万人を超えており、人口は2位のジャカルタと大きく、 差をつけている。世界一位、仮に県民全員が日本人だとしたら4人に1人が東京県民となる。東京地方は主として天気予報における用語であり、東京都から東諸部を除いた区域を指す。和文通話表で等を送る際に東京などという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。